こんにちは、よくまです。こんにちは、なつです。今日のタイトルは、非常事態宣言の代償とはです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今非常事態宣言が出されていますけども、一般的な方は、あの報道とかでも言われていると思うんですけども、人の行き来を抑えることによってコロナがに感染する人が減るんじゃないかっていうことで一生懸命みんな自粛してると思うんですよ。はい。でこの考え方は別に正しいんですよね。そのコロナの罹患者死亡者を減らすっていうことだけを考えていれば正しいんじゃないですか。はい。だけどってぐらいみんな思うと思うんですよ、うん、こんなに経済止めちゃって大丈夫っていう不安はあると思うんですよね、うん、でこれはなんかみんな言いたいけど言わないじゃないですけど、どうなんだろうっていう今モヤモヤになってると思うんですよ、ね、うん、実際どうなっていくと思いますか。で、ほとんどの人は様子見てるんだと思うね。でなんか極端な声のでかい人だけが目立つようになってるから、こういう意見が支配的なのかみたいについ思ってしまいがちだけど、そうじゃなくてみんなちょっとよくわからないから、とりあえず極端なこと言う前に様子見てよっていう、あのそういう良識派の方が多いと思うね、はい、でその岩熊なりの見解、非常事態宣言に対する見解っていうことをここで言わせてもらうんであれば、あのバランスが悪いやり方じゃないかなっていうのは思ってます。バランスが悪いっていうのは、ここまで経済を止めてしまうっていうことと、うん、コロナの罹患者を減らすっていうことのそのバランスが悪いです、ね、そう、見合わない措置だっていうこと。でなんでそう考えるかっていうと、昨日もその、考えの一端みたいなのを話したんだけれども、コロナって実際今ね、あの4月9日現在ではさ、日本の死者って100人に満たないじゃない。はい、世界の中では圧倒的に少ないですよね、うん、でそれはね、いろんな原因っていうものが推測されてるけども、もうこの1ヶ月の間にあのコロナもいろいろ調べ尽くされて分かった、はっきりしてることっていうのはあって、それはあの高齢者をもう明らかな形で統計上ね狙い撃ちする、そしてあの死に至らせしめる可能性が高い病気だっていうこと、あと基礎疾患のある人ね、はい、でこれをね、あの極端な話してもしょうがなくて、0歳児でも感染してるじゃないかとか、うん、でもそれは統計的に見た場合にはあの無視してもいいぐらいのさ数字なわけじゃない、うん、いやそれが一人の命を何だと思ってるんだって、これね聞くこと聞くとあの怒る人がいるかもしれないけれども、でも今社会全体を動かすっていうことを考えたら、そういうふうに扱うしかないじゃない。そうですね、うん、人数が多すぎますからね。そうだから、あのバランスが悪いやり方っていうのをしては絶対ダメで、でもあのコロナの影響っていうものをあの病気、コロナウイルスに感染する死亡するっていう話以外のところから見てみると、失業者って世界中でものすごい数増えてるわけじゃない。でアメリカなんかだと失業率が 1% 増えると1万人自殺者が出ると言われてるんだ。はい、ちょっとねこれ聞くとちょっとどうしようって思いますよ、ね、うん、じゃあ今ねアメリカもあのコロナによる感染で あの死亡者の累計が1万人いくかどうかっていうところまで来てるけども、じゃ あの失業者今ね 25% ぐらいになってるのかなって言われてるけど、うん、じゃあその1万人増えるっていう、ね、モデルケースに当てはめていえば25万人もの人が自殺してしまうっていう、もうとんでもないことですよね、うん、だって逆転者はこともあるわけですよね、うん、そうするとね、あの社会としての在り方としてコロナを対策するがあまりにあの25万人なんていう死者を出してはいけないんじゃないかっていう議論がされるのは当然のことだと思う、はい、それが見合わないっていう話なんだけど、うん、まあ今のアメリカの話だけれど、じゃあ一方で日本ではどうなのかと言ったら、あの日本ではね、あの借金が4、500万ぐらいになると急に自殺したくなるっていう傾向があるというのはもうね、あの
前からその統計的に分かってることね。あ、じゃあもう奥とかじゃないんですね。奥まで行った人はね、むしろね自殺しないんって。あ、そうなんですね、うん、なんだけど 400-500万ってさ、なんか年収かそれを超えるかみたいな感じになってくると、うん、あ、もう俺の一生終わりだみたいな風に考えて、まあ、自分で死ぬことを選んでしまうという人が圧倒的に多くなるっていうのは、もうその水準、その借金水準に達した途端にそういう人が出てくるっていうのはもう分かりきってることなわけ。はい。まあそうなんだとすると1ヶ月経済を止めますっていうことになった時に、当然中小企業がさ、どんどん倒産していくよね。そうですね、うん、先にってことですよね、うん、で、あまり事業やってない人はピンとこないかもしれないけど、単に売り上げが立たないだけじゃ済まないわけじゃない。はい、どういうことですか。例えば店舗借りてますって言ったらさ、うん、家賃払わなきゃいけないし、まあ、維持費がかかってるとかありますもんね。そう、例えば従業員を雇ってるとしたらお給料払わなきゃいけないし、はい、お店閉じてたところで、うん、まあ、そんな風にして、だから単に売り上げが立たないっていうだけじゃなくて、店閉じてるだけで赤字がどん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 膨れ上がっていくと、うん、でね、昨日はそのワクチンとか、治療薬っていうものの開発っていうことに関して言うと1年単位でかかるって言ったけど、そんな期間とても持たないわけじゃない、うん、本当ビジネスってその仕事、まあ、仕事ってこの本当に常に回し続けるからこそ、どんな仕事もですよ、うん、その大企業も全部そうですよね。回し続けるからこそうまくいくわけですから、ね、うん、だからね、そのマスコミとかは極端な話をした方が見てくれるんで、なんか煽って極端な話を拾ってはセンセーショナルにやって、人々を恐怖とパニックに陥れるっていうことをなんか良しとしてやってるような向きもあるけれど、うん、これを聞いてる人たちはせめてそれに乗っからないでいただきたいなと。はい。で、非常事態宣言っていうものは明らかになんかその日本人の、行動しようかなっていう意欲に歯止めをかけるものなわけじゃない、うん、法的な強制力で言ったら諸外国の強制力よりも全然ないわけ。そうです、特に罰則ないですからね、うん、だからね、店開けようとなんだろうと やりたければやったっていいんだけれども、うん、そうするとものすごい批判が来るわけじゃない、うん、あとはまあそもそも日本人の精神としてそういうものには協力しようっていう気持ちもありますよね。あるけどもさ、うん、なんかね、マスコミが、はい、今朝の渋谷駅の様子ですとかって見せるじゃない、うん、そうするとまあいつもの通勤の様子に比べたら全然人は少ないんだけども、まあ、かなりの人数が見て取れると。そうするとね、なんか渋谷に住んでるでもない人が渋谷区役所に、ね、すごい苦情の電話みたいなのかけてくるんだって。あいつらをなんとかして追い返せみたいな、うん、なんかもう本当悪いネガティブな雰囲気になっちゃってますよね、うん、それにね、まず経済全部止めたら私たちは一人残らず死ぬんだっていうことを全く分かってないわけじゃない。そうですよ、だってご飯宅配するにしても宅配するための何かが誰かが動いてくれてるわけですからね、うん、そうそう、じゃあ今日お肉を食べましたと、じゃあ誰がその畜肉の元になった動物を育てて飼ってくれてるんだと、うん、じゃあ誰が屠殺してお肉っていう形に仕上げてくれるんだと、それを誰がね配達してるのか、配達してるのか、じゃあ、うん、あるいはそのなんなら動物たちの餌は誰が運んでくれてるのかとか、じゃあ餌を入れるビニール袋は誰が作ってくれるんだみたいなことを考えたら、止めろだの追い返せだのなんていうことは言えないはずなんだよね。そうなん、しかも1ヶ月止めちゃったらその2ヶ月後3ヶ月後誰も食べられませんみたいになっちゃいますから ね電気もさ、ガスも水道もさ、まあ水道はだって上水道も下水道も誰かが動いてくれてるから、うん、成り立ってるんであって、それをね、なんか出勤するなんてどうかしてるんじゃないかとかさ、今外に出ようとしてる人は宇宙人じゃないかみたいなこと批判めいたこと言う人いるけど、それはもう本当に言い過ぎだと思う、ね、うん、一人一人がね、そっちの方向に流れないことが大事ですよね。そう、せめてね、これを聞いてくれてる皆さんだけは頭をクリアに持ってていただきたいと思ってて、はっきり言います、労働者層の中心になっている世代には
関係ないとまだ言わないけれども、とても影響が少ないって言い切ってしまっていいと思うのね、うん、それがここ1ヶ月の間コロナウイルスってものについていろんな研究者が研究して分かったことです。だからまあもちろんね、対策しなくていいとまでは言わないよ。だから、うん、高齢者とか基礎疾患のある人に接触しないっていうのは大事だと思うので、あと家で仕事できる分には家にいればいいと思うんですけども、うん、それにしても過剰になりすぎて全部が止まってしまうっていう、そこのバランスですよね、うん、でまあ繰り返し言うけど、今回の非常事態宣言っていうのは明らかにそのバランスが悪いというふうには思ってて、うん、でもこの措置に踏み切ったのって、あのみんながパニック状態になって世論を形成したからなわけでしょ。なんで止めないんだみたいな、うん、それに押されたような形になってると思うんだけど、そうですね、とても残念なことだと思います、うん、でもマスコミの煽りもありました。それで多分世論が動いたってのありますよね、うん、毎日あんな感染者情報出たら危ないって植え付けられたようなもんですもんね。そうだから見ないのが大事だと思う、ね、うん、ただ私がその念のため言っておかなければいけないのは、その命を軽んじて言ってるわけじゃなくて、はい、むしろ命を重んじてるがゆえにこういうことを言ってるんだと、うん、で生活できなくなったら、あの私たちは死ななければならないと、はい、まあ、その死ななければならないっていうのは自殺しろって言ってるわけじゃなくて、あの死に追いやられるっていう意味で、うん、で経済を止めるとその 4,500 万の借金で自殺者がどんどん増えていくってわけじゃないですか、うん、でコロナで自粛してるっていうのは、まあ、あのコロナで亡くなる人がいる一方で、そのコロナとは全く関係なくその借金を抱えて自殺する人がどんどん増えていっちゃって、うん、それがなんか今コロナで100名前後が亡くなってるわけじゃないですか、うん、それをあっという間にもし越したとしたら、ちょっと本当にそれはバランスどうなのって考えざるを得ないですよね、うん、で影響ってそれだけじゃないわけじゃない、うん、例えばさ、それこそすごくさ影響の少ない若年層、あの小学校中学校高校の子供たちだってさ、教育受けさせてもらえないわけでしょ今、うん、とにかくあのやっぱ抑え込まれてるストレスは多分一人一人みんな感じてると思うので、うん、でもっと言うと、あの病院が塞がっちゃってるがゆえに割と早めに手術しないと命が助からないよっていう人たちもさ、あの日程圧迫されてるわけじゃん、うん、あじゃあちょっと今コロナで忙しいから手術後にしましょう後にしましょうって言って、でそれで亡くなってしまうことだってあるかもしれないじゃん、はい、だからあの非常事態宣言の他にもあのやりすぎだなと思うのは、軽症の患者とかを一時病院に隔離するみたいなことっていうのはやりすぎだなって思うし、うん、そう全体を見てバランスを考えないとっていうことですよね、うん、だから今日本人の多くの、まあ、世界中だけれども、うん、多くの人の頭がコロナウイルスへの対策っていうその一つの軸のみで考えてるけども、うん、あの一つのリスクを減らそうと思うと無数のリスクが生まれるわけじゃない、うん、そういうことも考えないといけなくて、でこういうのを全体最適っていうんだけど、あの概念としてね、あの全体を見た時に、一番良さそうなバランスの取れてるところを選択するっていうことなんだけど、それが今あの著しくバランスを欠いてるんじゃないかなっていう感想です、うん、で皆さんには、まあ、そういうのを多くは知っていただいて、で、まあ、いち早くそのアフターコロナに目を向けて生きていくってことが大事ですかね。そうそうそう、あのアフターコロナの定義っていうものは、昨日の音声でもう言いました、コロナウイルスっていうものを受容して共に生きていくっていう段階になったらアフターコロナです。でアフターコロナの段階に、いち早く入れた人だけが日常生活に戻れるわけじゃない、うん、あ自分はどう生きていくべきなんだ、どう動いていくべきなんだみたいな、だから、これを聞いてる人たちはもう私は今からアフターコロナに移行するんだっていうつもりでやってもらえればいいかなと思うし、あと周りで混乱仕切ってしまっている人を少し、落ち着かせる助けっていうものを皆さんの発信によってしてほしいなとも思います、うん、はい。で、まあ、パニックになってしまうっていうのは出口が見えないとか、いつまでこんな生活が続くんだっていうことなんで、そこをね正していくっていうのが大事で、
でそのポイントになるのはもうすでに何十万何百万かわからないけど感染してるんだということです。まあ、そうなんですよね、うん、知らないうちに、ね、知らないうちに、うん、だから封じ込めようとかコロナを根絶するまでやろうみたいな発想はそもそも間違いだし、そんなことはできるわけがないんだ。で今は、ワクチンのための時間稼ぎをしているに過ぎないっていうこと、そしてコロナのリスクっていうものだけを軸に考えるともっと多くの不幸がもたらされるから、それはすべきではないっていうこと、まあ、この辺がちょっと今日のね動画っていうか音声のポイントになってくるかなと思います。でまあそのアフターコロナを生きるぞって決めたら頭もすっきりするし目的が見つかるはずなんで、はい、でそうするとね気持ちも楽になるの で、 でアフターコロナの生き方についてはどんどん発信しますし、うん、一緒にこう活動していくメンバーをどんどん増やしたいなと思いますので、はい、引き続きねこういうふうにご参加いただければなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。